ジュリエムさん、ありがとうございます。えー、カブかぶくん、こんばんは。いよいよ、スケートカナダが始まります。うん。ドキドキです。はい。いよいよですね。スケアメで毎回観戦に来られるご夫婦の話題が上がりましたね。うん。えー、スケカナでも同じようなご夫婦がいらっしゃいます。なるほど。こちらも、カナダ国旗のジャンパーを着ていらしたような気がします。えー、そして、スケカナのご夫婦は、 全選手の中で一番気に入った選手へあるものを送るそうです。なるほど。それは大きな肉のぬいぐるみです。昭和君は2017年のスケかなんで青トゥーランの時にもらいました。ま、えー、央ちゃんももらったことがあるそうです。えー、今年は誰がもらえるんでしょうか、えー。その点に注目しています。なるほど。でもこれ気になったのが、前半の選手たちって、 の方がもらいにくい可能性がありますねうん。だって渡してしまったら後半の選手にあやっぱりこっちが良かったって言っても渡しちゃったからなくなっちゃいますよねそういった場合はどうするのかなちょっと疑問に思っちゃいましたねはい。やっちゃやっちゃんさんどうもですカブくんこんにちは ランという方の YouTube に出ている二人の会話、辛口というか、毒舌な場合もありますが、面白くて好きです。うん。明日からはじ、明日から西日本選手権も始まるし、好き方もあるので、しっかりと時間管理しないとね、いや、本当ですよね。あの、実は、えデニステンハイも僕、まだ見てませんので、今夜、えっと、これから多分公式練習がもう始まってると思うんですけど、まあ、あの、その、 ガテラリですね、デニス・テンハイ、見ていきたいと思います。で、西日本選手権はおそらくですね、あのー、動画、僕は見ることができないと思うんで、うん、後々続報を待っていくしかないんですけど、いやー、こっちは三原さんと松えっと、吉田花選手が対決するということなんで、やばいですね。はい。え、今シーズンはそんなにドキドキしないかなと思っていましたが、やっぱりドキドキしました。うん。 てきましたよ本当ですね、休んでる暇なかったですね、本当。あの、あの先、ね、さっきが、まあ、昨シーズンがオリンピックシーズンでドキドキすることでいっぱいかなと思ってて、まあ今シーズンはいくも楽になるかと思ってたらですね、むしろ激しくなってきて、まあジュリアがすごいことになってますからね。うん。で、今日の『徹子の部屋』のリクルゅは可愛かったですよ、うん。こちらもちょっと気になりますね、僕。はい。 アクアマリンさんありがとうございます。えー、ランは TSL、ザ・スケートレッスンの切り抜き動画で日本語訳をつけている人がいるんですね。元動画は話めっちゃ長いです。うん。そう、元動画ね、僕ちょっと英語が苦手なんで、なかなか難しいんですけど、うん。二人はアメリカの名物スケオタで、デイブは本人もスケートあ、こデイブさんのスケート見たことありますね、僕は。ジョナーさんはオペラ歌手で、あ、これは知らなかったです。 ジョナさんはオペラ歌手なんですね。えー、大会後のレビュー動画多いですが、たまにゲストを呼んで現役スケーターやコーチのインタビューもしてます。ですよね。うん。振付師をたまに呼んでたりもありますので、結構有名な方を呼ばれてると思いますイリアラ。イリアやラファエルのインタビューもしていました。うん。すごい。あ、イリア君のインタビュー見たかもしれませんね。 うん、辛口だけど、日本人スケーターに好きな選手多いみたいです。ゲ、う、イ、んえー、なんで、えー、衣装センスには厳しいです。お二人ともゲイでしょうかね。あのデーブさんだ,だ,けかだけというか、あれですけど、うん、イザボーのショートプログラム衣装を古臭いと言っていましたね。<laughs> なるほど、そういうことを言ったんですね。結構厳しめですね。うん ミケ、えー、さん、ありがとうございます。えー、マルディン様のおすすめ動画、えー。デイビッドとジョナサンの語り。私も好きです。面白いですよね、うん。つい見ちゃって最後まで見ちゃいます、えー。毎回翻訳動画上がるのを心待ちにしています。うん、でも僕もちょっとザ、えー・スケートレッスンの英語の方ですね。内容がわかるように英語の勉強も兼ねてちょっとやってみたいと思います。うん、内容が新列夏でもですね、それ込みで楽しいんですよね。えー、本当に。うん うん、以前はショーマくんといえば、ルナさんが話題を振っ,てくれたととく振ってくれてたと思うんだけど、最近デイビッドも増絶に話したりとか、とっても嬉しい。知っている選手が高評価な話題になると、私の中でガッツポーズが出ます。 うん、それにしても元、元動画を自分が理解できたら、海外の記事や動画を自力で理解できたらもっと楽しめるのになぁと、うん、翻訳してくれる方には感謝、感謝です。うんまあ、たまにね、ええー、いや、ボレード良かったよって思うんですけど、まあ、あのデイビッドさんは、デイブさんは、多分ボレードはあんまり好きじゃなかったのかな、宇野くんの。うののうんまあ、そんなこともあったりして、結構ね、新しい発見がありますね。 うんえー、ジュゲムさん、もう一挙です。えぇ、ー、手遅れですが、ボーヤン選手の欠場はびっくりですよ。なんか、ボーヤンさん、欠場するみたいです。うん。私も見たかったです。でも、怪我ではないようですので、それだけは良かったです。しかし、盲腸の手術をしたからの痛みなんてどういうわけでしょうか。うん。いやこれ、本当なのかどうかまだ分かんないんですよね。ただ、あの、虫垂炎であって、手術をしたっていうことは、もう1年くらい前だと思うんですよ。 で毛腸の手術って結構、あの、してる方も多,多いと思うんですが、あの、結構そんなには長引かないと僕は思ってるんですよね。なので、なんか長いなっていう感じはしますね。で、今回の危険っていうのが、果たして盲腸の手術のせいだったのかどうかっていうのは、まだちょっとはっきりはしてこない感じがするんで、続報待ちかなっていう感じがします。はい。 木更木24さんどうもです。株くんメイフェスのスペシャルシークレットゲスト、ラマイクボ様についてさらっと通り過ぎられましたね。そこ笑うところですよ。あ、すいません、ちょっと笑,笑わなかったかもしれないですね。うん。何のことだろうってちょっと思ってましたが、あ、そういうことだったんですね。なるほど。はい。はい、えー。それではですね、フィギュアスケートの話題はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。